アジアの中での金融のマーケットっていうものが香港に主に集中した分を日本に持ってこれるように努力をする。で、日本経済全体にとっては大きな意義があるんだと思っています。財務省と金融庁が来年1月に設置するサポートオフィスは、海外の資産運用会社などが日本でビジネスを行うために必要な手続きの相談や審査などをすべて英語で対応します。麻生大臣は英語で対応するサポートオフィスにより、海外の事業者の利便性向上を図り、登録手続きを迅速化したいと述べました。菅総理は所信表明演説で、世界の国際金融センターを目指すとしていて、海外のファンドなどを日本に誘致し、金融機能の強化を図る方針です。